無垢の木は、朝霞無垢の貴族の落葉鉱木。東アジアに分布する。単に無垢、またはエノ木に似るため、無垢エノ木とも言う。成長が比較的早く、大木になるため、日本では国や地方自治体の天然記念物に指定されている、巨木がある。無垢を、無垢と読むのは、国訓で、本来この字は、同様に落葉鉱木ではあるが、地社を意味する。ただし、 地者の童貞には紫化の地者の木、またはエゴの木かのエゴの木の二節あり、真の無垢がどちらかは半然としない。無垢には蔵の意味もある。この意味は中国古典には見られないが、日本独自の国訓ではなく、古代朝鮮に由来する。無垢を含む地名や名字は多い。無垢と読むものも蔵と読むものもあり、無垢本などはどちらでも読む。 無垢をくんとする字には、白木もある。ただしこの字は、同音の、僕と通じ、特に現代中国の関体字では、白木の字型も、僕であり、区別をしない。日本、朝鮮、台湾、中国に分布する。日本では、関東異西の本州から四国、九州でごく普通に見られ、薬島、種子島にも分布する。琉球列島では稀でだが、沖縄島には分布する。 無垢族で唯一、日本に生息する。主に山地から、低地の森林内に生育する。特に人家周辺の神社などによく見かける。私有同種。高さは20メートル以上、幹の直径は1メートル以上になり、万根が発達する場合もある。樹皮は淡い褐色で、表面は平滑だが樹齢に伴って、筋や割れ目が生じ、老木では樹皮が剥がれてくる。 葉は五星し、長さ4から10センチメートルの卵型または狂乱形で、円は先端まで巨子状、葉足はくさび状、産業脈を持つ。葉の質は薄く、表面は細かい剛毛が生え、紙やすりのようにザラついている。花期は4から5月頃。花には尾花と雌花がある。葉と天葉とともに、葉の根元に単緑色の小さな花を咲かせる。 花の跡に直径7から12ミリメートルの球形で緑色の果実をつける。熟すと黒子色になり食べられる。味は非常に甘く美味である。ムクドリなどがよく果実を食べに集まり、種子の散布にも関与している。比較的軌道が形成されやすい。木材の質はやや硬く粘りがあるが耐久性は低い。道具材、楽器材などに使われる。 葉の裏のザラつきを利用して湿気の生地を磨くのに使われることもある。ムクボンの大ムクカキの地方公共団体が作成したレッドデータブックに掲載されている。ありがとうございます。